東京投資クラブの山口と申します。今日はですね、こちら鏡の、洗浄をですね、やっていきたいと思います。まあ、結構ね、鱗がすごいですね。上から下までびっしりですね、これは。結構、鱗ね、ここら辺に汚れがいっぱいあるって感じですね。これをですね、今日はダイヤモンドパッドですね、落としていきたいと思います。使うのはですね、ダイヤモンドパッド、これですね。これとあとは、皆さんトイレ用トムイキア、サンポール、これはですね、結構酸性が強いんで、鏡のですね、鱗取りにはもってこいのもうなんで、これを使ってやっていきたいと思います。まずですね、あまりにも鱗の汚れがひどいんで、ちょっとですね、これをつけておかないとダメだと思うんだよね。こんな感じですね、ちょっとつけておきます。ちょっとね、こうやってこすって傷をね、まあ傷をつけてる、まあ実際そうなんですよね、傷をつけてるんですよね。こうやってカルキにちょっと傷をつけて、それでサンポールが、酸がですね、ちょっと浸透しやすいように、やりたいと思います。ただやっぱりこの鏡はですね、酸に弱いんで、あんまりつけとくと腐食しちゃうんですよ。だから、まあ、腐食はね、しないぐらいに、つけとかなきゃいけないです。これをつけてですね、他の作業、からですね、やっていきたいと思います。お風呂の周りですね、磨いたんで、ここからですね、ちょっと時間経ったんで、やっていこうと思います。ちょっとですね、少しはね、あのカルキ汚れもね、落ちた感じなんですね。うん、まあこれ結構落ちたかな。うん、まあこっからですね、磨いていきたいと思います。さあ、どんな感じですかね。これだけだと分かんないんで、この水切りですね、こうやってちょっと鱗が出てるか分からんですよね。うーん、ちょっと、水がすごい弾くようになった。どうですかね、まだあのここら辺拭いてないから水滴ついてますけれどもね、全然違うんじゃないですかね、これ。いや、っていう感じですね、鏡をこう、お風呂場の鏡は酸で磨いてダイヤモンドパッドでこう擦るっていう感じですね。まあ、あと細かいことを言うと、こういうところに見えるかな、こういうところに、まあ、細かいカルキの汚れがついてるんで、これなんかはですね、鏡に傷がつかないように、あのマイナスドライバーとかで削ると綺麗に落ちるんですよね。から拭きも終わりました。結構綺麗になりました。いいと思ったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。